こんにちは、たけチャンネルです。今回はですね、イタレリの1/12、ランチャデルタ HF インテグラーレ16バルブの製作の続きやっていこうと思います。で、一応前回の動画で、サフ武器まで、ボディ終わらしましたんで、今回はボディ塗装をやっていこうと思います。で、今回のこのデルタに関しては、マルティニカラーなんですけど、マルティニカラーの、要は一般的にマルティニストライプって言われる赤、青、紺のストライプが入ってるんですけど、それの赤の部分は塗装での塗り分けの指示っていう形になってるんで、その塗り分けまでですね、白に塗って赤の塗り分けをするところまで今回やっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、では作業をやっていきましょう。で、今回ね、ボディの塗装をしていくんですけれども、前回サフを拭いた状態から、今まで5日ぐらい乾燥させました。5日ぐらい乾燥させて、で、ちょっとこれは試しでやってるって感じなんですけど、このドアの内側とかこのボンネットのこの内側、この部分シルバーで塗るって僕言ってたと思うんですけど、この時点でね、さっきシルバー塗ってみました。こんな感じでね、こことかここ、あとリアゲートのこことか、あとドアとリアゲートの裏側っていうのも、シルバーで塗ってみました。これはサフ拭いた時に意外とここにね塗料が入らなかったんですよ。なんで後々の塗り分けのことを考えたら、さっき塗っちゃって、でボディパネルつけて色塗ったら塗り分けいけんじゃねってちょっと思ったんで、やってみました。まあもしね吹き込んで汚くなるようだったらまた後でマスキングして塗り分けるって感じでやろうかなと思います。なので今回は、ボディの塗装をしていくんで、まずサフの表面ザラザラの状態なんで、これを、光沢塗装ができる状態まで、整えていこうと思うので、サル削りの1500万を使って表面をね軽く磨いていきます。で、まあ、この表側にはみ出してる部分、シルバーの表側にはみ出してるやつはこの1500番かける時点で剥がれてしまうので、もうマスキングせずにね、気にせずこのままビャーって塗りました。はい、でこれでね磨いていくと。まあ、結構店頭とかでお話しした説明してたりとかしてても、このサフの後のねこの表面を磨くのを、まあ、知らない方が非常に多くて、そうなんやる必要あるんですかってよく言われるんですけど、割とねこれが一番大事だったりします。これをやるかやらないか、サフの乾燥時間とこのサフの表面を磨くのをやるかやらないかで、この後の光沢塗装の肌の仕上がりが大幅に変わるんでね、これはぜひ騙されたと思ってみんなやってみてください。まあ、やってみて労力と仕上がりが見合ってないと思ったら別にやらなくていいと思うので、とりあえずねやってみるっていうのは大事かなと思います。僕もね教えてもらった時はほんまそんなんやる必要やって変わるんかなと思ったんですけど、実際やってみると、あ、全然違うわってなったんで、よかったらねやってみてください。で、今これこの後塗るの白なんで1500番でやってるんですけど、この後塗るのが黒の場合はもっと細かいやつやった方がいいです。白とかその辺の色は1500番のペーパー傷でもある程度消せるんですけど、完璧には消せないかもしれないけど、ある程度消せるんで埋めれるんですけど、黒に関してはね1500番の傷は思いっきり表に出ちゃうんですよ。なので黒で塗る場合は僕はいつも2500番とか
3000番で表面を磨くようにしてますね。この辺の傷はこの後塗装で埋まるんでね。こういう感じ、こういう感じで磨いてあげると、こっちはね、こっちは照明が映るようになるんですけど、こっちはね、こっちはまだ磨いてない方、こっちは全然照明が映らないんですよ。こんぐらいの違いが出るので、ほらね、こんな感じで、これを軽く全体にやってあげてから、まず白を拭いていきます。はい、そしたら、全体的にペーパー当てたんで、こっから白を拭いていきましょう。使うのはね、ガイアの EX ホワイトを使ってやっていきます。はい、まあ細かく言うとね、 EX ホワイトじゃないかもしれないですけど、まあその辺はもう分からんので、これでいきます。はい、じゃあやっていきましょう。まずはね、しっかり砂拭きからやっていきます。こんな感じでね、一旦ザーッとホワイトをかけてあげる。はい、こんな感じで軽くかけてあげたら、これでちょっとだけ乾かしてあげます。ちょっとホコリついたしね、ちょっとまだけ乾かしてあげます。はい、そしたらね、白を拭いていきましょう。こんな感じ。白はね、基本的に結構発色させにくい色なので、隠蔽力が低くて発色させにくい色なので、1回で発色させようと思って欲張ると、割とこうモールドの端っことかにね、塗料が寄っちゃってムラになるっていうことが多いので、何回かに分けてね、拭いていってあげる方がいいと思うので、一旦ねこれぐらいにしておいて、これでしばらく乾かしてあげようと思います。乾かしたら、この上からもう1回ないし、もう2回ぐらい拭くっていう感じでやっていこうかなと思います。はい、そしたら白を塗って乾燥したんで、上にね、軽くクリアを1回拭きました。薄くね、光沢クリアを拭きました。これは今から赤の塗り分けをするんですけど、赤の塗り分けをした時に、もしやらかしたとしても、ダメージを最小限にするための、クリアです。白の上に直接赤塗って、もしこう吹き抜けたりとかすると修正がちょっとめんどくさいんですよね。なんですけど、間に一発クリア拭いておけば、ペーパーで削ったりとかで修正がしやすいので、不安な時は、軽くでいいんでね、クリア拭いておくといいと思います。はい、なので、次にここにマスキングをしていきます。で、ボディ半分やってるんですけど、説明書にこの塗り分けの型紙が付属してるので、まあこんな感じでね、僕は、白黒コピーを取りました。コピーを取って、この上にマスキングテープを貼って、カットしていくって感じでやりますんで、まあ、この上にね、マスキングテープをビッと貼ってあげる。これをビッと貼ってあげて、でこれ紙の上にマスキングテープ貼るんで、ちょっとこうやってね、粘着を落としといた方が跡が剥がしやすいのでいいと思います。でこんな感じでビッと貼ってあげると、まあ透けて見えるんで、この透けてるところに合わせてマスキングテープをカットしてあげる。でこれ赤いラインの塗り分けになるんですけど、この赤いラインで塗り分けて、その後その
境界線の上に、青と紺のデカールを貼るので、まあね、そこまで厳密にやらなくてもいいかなとは思います。まあ、ちょっとこうカットする時とかにね、少し線がよれちゃったりとかっていうことあると思うんですけど、まあ、そこまでね、精密にやらなくても大丈夫なんじゃないかなとは思います。でこうやってカットしてあげたら、紙からマスキングを剥がしてあげる。この時にね、粘着を落としてないと剥がすのが大変で、こうペリペリーと剥がしてあげて、でこのマスキングのこの型紙は結構ね考えられてて、何かしら目印にできるように作られてるんですよね。なので、今切ったのこれフロントフェンダーのところのマスキングなんですけど、ここに関して言うと、マイカーの部分がちょうどここにピタッと合うように貼ってあげる。ここにピタッとラインが合うように貼ってあげると、マイカーからこうしっかり密着させながらシワ入った、シワが入るイコール曲がってるっていうことだったりするので、こうねしっかり密着させながら貼っていく。こうやって貼っていってあげると、どうやった、こういう形、こういう形で塗り分けのラインがマスキングできるっていう形になります。これをね、全部でやっていくっていう形ですね。まあ順番にやっていきましょう。ここ赤もねデカールやった方がいいっていう方もね結構いらっしゃるとは思うんですけど、結構この赤の部分に関してはこのフェンダーとかのねこのデコボコに結構かかる形でデカールを貼らないといけないっていう形になるんで、多分ね貼るのまあまあ難しいと思うんですよね。なのでこの赤い部分に関してはこういう方法を取ったんだと思うんですけどね。これはねボンネットの部分の塗り分けラインを剥がしてあげて、でボンネットに関しては、このボンネットの後ろ側とかですね、後ろ側ここの部分を目印にして貼ってあげて、でこう持ってくる感じですね。ここのラインがまっすぐになるように角度を調整する、角度調整するのと、あとここのね幅ね、左右のこの幅がちゃんと合うように、ピタシ、まあ多少ずれてたとしても左右が揃ってればねそれなりに見栄えは良くなるので、はい、ちょっとだけずれた、まあ、大丈夫か、こういう感じで、ここの間を赤で塗るっていう形ですね。でここは白のままなんで、ここは後で全面マスキングでカバーしてあげます。はい、そんな感じで左右、この後ろ側全部貼っていきます。はい、というわけでこんな感じでね、マスキングは貼り終わりました。貼り終わってはないんですけど、こんな感じに貼ってあげます。で、塗る場所っていうのがここ、ここと、とここの上の部分ですね。ここの上の部分をずっと後ろまでっていう感じ。でリアバンパーとこのサイドステップは塗らないので、ここから、塗らない部分っていうのを全部バックリとマスキングしていきます。はい。じゃあね、マスキング完了、こんな感じで。結構赤って、まあ、白ボディに赤の塗り分けなんで、まあエアブラシで拭くからここまで厳重にマスキングしなくてもいいんですけど、まあ、こういうルーフだったりとかこのボンネットの真ん中ら辺とかで気ぃつければ塗れんこともないんですけど、赤はね結構吹き抜けると目立つんですよ。目立つんで後々処理がちょっとめんどくさくなるっていうのがあるんで、割と厳重めにマスキングしました。だからこのタイヤハウスの中とかも吹き込まないようにこう内側から蓋したりっていう感じで、厳重めにマスキングをしたので、
これで赤を拭いていこうと思います。はい、そしたら赤を塗っていきましょう。今回使う赤は、フィニッシャーズのリッチレッド、こちらを使っていきます。まあ、ちょっとどんな赤なのかがね、わかんないんですけど、まあ普通の赤だとね、ちょっと軽くなっちゃうかなっていうのがあるんで、ちょっと上品な落ち着きのあるリッチレッドを使って塗っていきます。ではやっていきましょう。でね、マスキングして塗り分けするときはね、塗る前にもう一回ちゃんとマスキングがしっかり密着してるかどうかね、しっかり確認してからやりましょう。じゃあやっていきます。あはー、浮いたやん。ちょっと。こういう感じ。ではね、この反対側も塗っていきます。はい、そしたらね、塗装ができたら、マスキングはね、塗装が乾く前に剥がすっていうのが基本なので、さっさとマスキング剥がしていきます。これなんでマスキングさっさと剥がすかっていうと、この塗った面とボディとの間、ここマスキングをまたぐ形で塗膜が乗っかってる形になるんですけど、この塗膜が乾いてしまうと、このマスキングを剥がす時に塗膜がね、引っ張られて、その塗り分けの境界線のところがギザこう引っ張られてちぎれて、こうギザギザになるというかね、っていう感じになるんですよ。なので、それを防ぐために半乾きのうちに剥がしてあげると、それがなりにくくなるんで、基本的にはね、もうこのタイミングでさっさと剥がしてしまう。ただまあ乾いてないんで、まだ触っちゃうと指紋とかねついてしまうので、触らないように気をつけながら剥がすっていうのは必要ですけども、こうやってねやってあげる。結構ね、この塗り分けの境界線がいつもガビガビになっちゃうんですって言ってね、こう悩んではる方多いと思うんですけど、これだけでねかなりマシになりますんで、一回やってみてください。今どんぐらいの時間乾かしたかというと、エアブラシを掃除する時間ぐらいって感じですね。よいしょ。まあそうは言ってもね、ミスるときはミスりますよミスったらリカバリすればいいんです。だから作業を進めていく上で、リカバリーがしやすいように作業を進めていくっていうのも、綺麗に仕上げていくためのポイントですよね。このやり方でやれば失敗してもね、まあなんとかなるわっていうやり方があるんで、そういうやり方を自分なりに見つけてやってあげるといいと思います。ところどころやっぱりちょっとやらかしてるな。あ、ぶつけた。そう言うときながらも、やっぱ一発ではうまくいかんな。はい、そしたらマスキング剥がしてあげるとこんな感じになります。まあこうパッと見はね綺麗っぽく見えるんですけど、
やっぱりね、ところどころこの辺とかね、さっき言ってたこのマスキングの縁がガビガビになっちゃうっていうの、これ一番最初にここを塗ったんでね、一番最初にここを塗ったから先にここが乾いちゃってて、もうすでにこうやってガビガビになっちゃったって感じですね。うん、あとはまあやっぱりこういうマスキングのこういう谷の部分とかはちょっとマスキングが浮いちゃって少し吹き抜けちゃったりとかっていうのがあったんで、とりあえずね一旦これで乾かしてあげて、ここからちょっと軽く修正をしていこうと思います。この辺とかもね吹き抜けちゃったんでね、修正していこうと思います。はい、そしたらねある程度乾いたんですけど、乾かしてる間にねもう一回見直したんですけど、やっぱりね、ここの境目って全部デカールが来るんですよ。なんで、まあ、そんなにね塗り分けの部分が綺麗じゃなくても、まあ、問題はないっていうのはあるんで、まあ、ちょっとあまりにもひどいところ、こういうなんとかね、あまりにもひどいところだけ軽くペーパーを当てて少し慣らしとくぐらいな感じでいいんじゃないかなと思います。ね、この後この上からデカールを貼っていくんですけど、塗り分けの段差ががっつり残ったまんまだとデカールを貼ってもデカールの上にその段差が出てきちゃったりとかするんで、この段差をね少し段差消しをしてあげたいので、まあある程度この今やったみたいにセラミックブレードでちょっとコリコリっとやったりとかして、このあまりにもひどいはみ出しの部分を処理した後、一回クリアを拭いてあげて、で、軽くねこの塗り分けのラインのところにペーパーを当ててあげるっていう感じで少し平らにしてあげようかなと思います。はい、なのでちょっと今回は、一旦作業としてはここまでにしておいて、次回の作業では、デカール貼りをやっていこうと思いますので、また続きを見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録していただけると最新の更新情報を見ていただけますので、ぜひよろしくお願いいたします。あと、いいねとかコメントとかいただけると非常に励みにもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、ちなみにこの辺の赤く吹き抜けてる部分、ここは、まあ、デカールが乗るのと、あと黒で塗装が入る部分なんで、この辺はねそんなに気にしなくていいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。